はい、こんにちは、こんばんは。白銀のハトです。今回は新しく水着として実装された手の乳トランについて性能解説としていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。で、申し訳ないです。なぜ第三サイリンにしているのかっていうお話に関して後々やっていくんで、はい、手の乳トランは正直第三サイリンじゃないと使う場面ほぼないって思ってください。それぐらいに第三サイリンがめっちゃ強えって思ってもらえればいいかなと思います。では早速スキル構成とか見ていくんですが、まず第一スキル、味方全体の NP を 20% 固定で増やす。毎ターン HP 回復状態を3ターン付与し、攻撃力を3ターンアップ。敵全体の攻撃力を3ターンアップのデメリット。第2スキル、自身にターゲット集中状態を3ターン付与し、防御力をアップ3ターン。非ダメージ時に自身の防御威力を3ターンアップする状態を3ターン付与。第3スキル、自身の Q 性能を3ターンアップし、バスター性能を3ターンアップ。回避状態を1ターン付与し、味方全体のバニー系のサーバントのクリティカル威力を3ターンアップ。スキルチャージを1進めるというスキル構成になっております。で、まあ見てもらったらわかると思うんですが、まあ使い方が難しいキャラクターっていう感じです。まあね、第2スキルのターゲット集中生かしながら第3スキルも生かしてとかいろいろ考えると、あれ、思ったよりちょっと難しいなってなるキャラクターかなと個人的に思います。で、まあ上から解説していくんですが、まず味方全体の NP を増やす。これに関しては全体 NP20% をスキル上げ関係なしで固定で増やしてくれるということでめちゃくちゃ優秀です。で、 HP 回復に関しては最大1000回復してくれるんで、ちょっと耐久することできるよって感じです。で、攻撃力にアップに関しては 20% ということで結構倍率高くていいねって感じなんですが、このデメリットが正直なうーんって感じなんだよね。敵全体の攻撃力3ターンアップしちゃうんですよ。まあ周回で使う分なら正直使わないんですが、高難易度とかで運用しようと思った際にこのデメリット結構痛かったりするので、ちょっとね、強化解除とか欲しいなっていう気持ちがね割とあったりします。で、第2スキル、自身にターゲット集中状態付与と防御力アップに関して、まあこれに関しては多機集中する間に防御力を 50% 上げてくれるということで結構耐久することできます。で、非ダメージ時に自身の防御威力を 10% ずつ上げてくれるということで、まあ1回の攻撃食らうと 30%、 2回目が 60% で、3回目食らってしまうと 90% にならず、1ターンのバフが消えて実質最大 60% ぐらいかな、防御威力が上がるという感じになるんで、まあそこに関してうまいこと運用してあげると結構防具の火力は出てくれます。この防御威力アップに関しては非ダメージ前提です。ということは周回では使えないよねっていう話になるので、結局のところっていう感じです。で、防御力アップ 50% あるんですけど、相手にデメリットで攻撃力 10% 上がるんですよ。実質 40% の防御力アップか、ちょっともったいないなっていう話にもなったりするんで、悪くないんだけど、ちょっと周回で使おうにも高難易度で使おうにも第1、第2スキル噛み合ってるようで、なんかちょっと噛み合ってないなっていう印象があります。で、第3スキル、自身の Q 性能3ターンアップのバスター性能3ターンアップ、まあシンプルに 30% 上げてくれるんで火力要因として使ってあげてください。回避に関して1ターンということで耐久ができる。で、俺がなぜ第3サイリンにしているかの理由なんですが、味方全体のバニー系のサーバントのクリティカル威力とスキルチャージを1進める。で、手の血の第2第1なんですが、バニー属性ありません。ということは CT1 短縮させるを生かそうって思うと、バニーにしないといけない、第3サイリンにしないといけないということで、実質手の血に関しては第3サイリンで運用するのが確定って思ってもらえればいいかなと思います。ただ味方全体の NP20% 配ってくれるっていうのは結構強かったりするんで、そこに関しては周回とかで今後使える場面はちらほらと生まれるんじゃないかなと思います。まあ、あとはあれですね、スキル上げなくても NP20% 全体配ってくれるっていうのはやっぱり強いです。で、そのままクラススキル見ていくんですが、陣地作成 EX アーツ性能上がってます。新生 E ヨダメージプラスされてます。水辺の営み、水辺のあるフィールドにおいてのみ自身のクリ力上がってます。
月の都、自身の旧性能、アーツ性能を上げてクリー力を少しアップ、自身がフィールドにいる間、味方全体の非ダメージカット状態を付与ということで、まあ相手の攻撃力が上がったとしてもダメージカットしてくれるよっていう感じなんですが、まああくまでね、これの倍率も200アップするだけなんで、正直そんなに変わるかって言われるとあんま変わらんかな。まあ本当に気持ち耐久しやすいって思ってもらえればいいかなと思います。でクラススキルはプリテンダーの適性持ってるかっていうぐらいですね。はい、まあ、特に言うことはありません。で宝具ですね。宝具に関しては自身に無敵貫通状態一旦付与、宝具威力を一旦アップ、オーバーチャージで効果量アップ、敵全体に強力な超巨大特攻攻撃、防御力を3ターンダウンするという宝具です。でこの子に関して旧宝具ということで、やっぱり第3スキルクリティカル運用したいって思うと第3サイリンのウサギにしないといけないっていうのがあるんで、ちょっとなって感じかな。でこの子に関してまず無敵貫通一旦付与してくれるんで、ギミック対策、ギミック対処等は結構しやすいです。で宝具力アップに関しては 20% 上がってくれるんで、まあ火力的なことを言うと割と出しやすいかなと思います。ただ1ターンしか上がらないんで、そこだけご注意ください。で敵全体に超巨大特攻攻撃、これね 150% 固定で使えるかなって思ったんですけど、ムーンキャンサーなんですよ。ムーンキャンサーで超巨大特攻刺さるかって言われると、正直購買運用になっちゃうよねって話になるんで、正直なことを言うと弱い。うん、特攻が刺さる場面っていうのがほぼほぼないので、使う場面あんまりないかなって感じはしちゃうね。で防御力ダウンも宝具入れる前にダウンしてくれたら火力出るんで、まあまあまあって感じだったんですが、宝具打ってから防御力ダウンの追撃で火力が出るよっていう形になっているんで、そこ考慮するとね、正直なことを言います、ヘノチチトランが今回の水着の中で言うと正直そこまで強くないです。まあ使える場面とか昔のサーバントと比べると結構強かったりはするんですが、今回実装された6機の水着ですね、で比較した時に一番使いにくいなーっていう感じがするんで、まあそこら辺に関してはまあ後々また動画上げていくと思いますが、まあまとめ見てもらえたらいいかなと思います。まあシンプルに超巨大特攻が刺さんないのと、デメリットとかまあ受けてバフをするっていう形になってるんで、周回でちょっと運用がしづらいっていうのが難点かなーっていう感じがします。ということで早速水着のティトラン運用していこうかなと思います。やっていきましょう。ヘノチティトランってさ、言いにくいよねずっと俺がトラロックって言ってる理由ってさ、言いやすいからっていうのもあったりするんだけど、まあそこら辺は置いておきましょう。ということでまあとりあえず第1スキル、まあスカリーのバフに関しては打ち6という感じになっているんで、システムする上では大事になっているからちゃんと打っておきましょう。で、第3スキルに関してはまあ CT1 短縮するっていうのをまあいらんか、システムする上では正直いらないんで第3スキル使っておきましょう。第3スキル使うことによってまあ実質これ CT7 なんですが、6で一旦短縮されたよという形になっております。でこのままとりあえずぶん殴っていきましょう。どれぐらい NP 回収してくれるかなんだよな。今回セイバー運用したんですが、どちらかっていうと NP チャージ等倍でできると思ってやってるんだけどすごい宝具、なんか すっごい、あ、いい宝具、ネタだけどいい宝具だっていうので 39% か、あー 39% ってことを考えると、オーダーチェンジとかでオベロンとかもしくはスカディを持ってこないとすることができないって感じですね。でここでまあ NP20% プラス 50% でなんとか溜まるって感じかな。で第2スキルはね、正直システムする上では使う場面がないのでとりあえず放置します。はい、行きましょう。でこれで旧性能をスカディで無理やり上げたので NP 回収率がどれぐらいになるかだよね。この宝具いいな、この笑顔込みのこの宝具いいな。でうわー、足りんか、3%足りんか、3%足りないってことはね結構足りてないね。うん、
なんとも言えんな。まあここ特攻霊装とかミュー霊装とかだったらもしかしたらもうちょっといけたのかもしれないんですが、まあそれができてないということでちょっとぐぬぬって感じがするね。でまあこのままちょっと霊獣撃っちゃうんだけど、でこのスプリガンが超巨大特攻入るということで、超巨大特攻かっこスカリーのトリプルバフが入ったらどれぐらいの火力が出るのかっていうのをちょっと見てもらおうかなと思います。でここ、とりあえずクリティカルでぶっ飛ばして、はい、まあ急性能上げてるんで余裕でいきますね。でどれぐらいの火力が出るのか、あ OC も上がっちゃってるね。まあ別にいいか。でここでこれいいな、このロボットも普通にゲームで遊びたいな。等倍で、トリプルスカリーで29万ですね。微妙正直ちょっとパッとしない感じはしちゃうかな。トリプルスカリー運用でなんとか、まあ、ギリギリシステムを組もうと思えばライダーキャスターとかだったらできるのかなっていうのを前提にしたときに、あ、まあけどそうか、特攻霊装なしで29万出てたってことは、特攻霊装が入ったらワンチャンあれか、80万ぐらい出てくれる可能性っていうのも十分にあるから、あ、まあそう考えると別に悪くはないか。うん、トリプルスカリーのちゃんと火力を出してくれるし、システムもまあキャスターライダー相手だったら組むことができるしっていう意味で悪くはないかもしれないな。ただやっぱ刺さる場面がそこそこないっていうのと、まあ超巨大の敵がキャスターかライダーかっていう可能性を考えた時に、割とセイバーとかランサーがね多かったりする印象があるんでね、そのこと考えるとちょっとやっぱ物足りない感はあるかもな。まあもちろん宝具3回打つ、テノチティトランとそれ以外のアタッカーで宝具3連発するときに全体 NP20% 使うんだっていう場面では相当使えるとは思うんだけど、それ以外に関してちょっと使いにくいかな、クラスも相まって。やっぱムーンキャンサーで運用しようって思った時に宝具重ねないといけない、で宝具重ねたにしろ特攻が超巨大特攻ってなった時に刺さりにくいってなったら、まあ正直難しいよね。全体 NP20% って言っちゃ悪いけど手の血以外にもいっぱい持ってたりするんで、そこ考慮した時にどうするかって感じだね。ただ高難易度で自身にターゲット集中しながらタンク運用して、かつ宝具の回転率上げるっていうのは手の血の強みかなとか思ったりするんで、まあどちらかっていうとこの子も全体宝具で周回で使えますが、ターゲット集中のことを考えると高難易度でめっちゃ強いっていうキャラクターになってるんで、高難易度武器のキャラクターなのかなって個人的に思います。ただやっぱちょっともうちょっと盛られてもいい気するんだよな。なんかムーンキャンサーって言っちゃ悪いけど基本等倍運用で戦っていくことになるんで、そのまんまの倍率、なんかセイバーアーチャーが持ってる倍率持ってこられても結局使わんやんっていう話になるからさ、まあできたらクリー力 50% とかね、攻撃力に関して 30% アップする代わりにデメリット 10% アップとかでもうちょっと調整してほしかったなっていう感じはあるかな。まあただこんなこと言ってるとね、後々手の血がめっちゃぶっ刺さるクエストとかも出てきたりするので、まあとりあえず今の所感的なことを言うと使える場面に関してはあんまりないかなって感じなので、まあ手の血どちらかっていうとみんな好きだから引きに行くっていう方多いと思うんで、好きだったら狙いに行きましょう。以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。参考になったよって方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。